a new home for a while. Let me feel alive. もうすごい私服、体もすごいスッキリして。今日私はどのメニューが？今日はですね、あのジョジアンヌローズというあのちょっと商材を使って、頭蓋骨矯正スパ、どうなるの？ヘッドスパをさせていただきます。お願いします。楽しみです。担当してくださるのはこちらの、はい、森です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これがペパーミントです。これすごいスッキリする、ね、ペパーピンのセージ、レモン、あとあれが入ってます、シナモン。私ちょっとシナモンの香りが入ってますけど、嗅いでいただきましょうか。そうね、もう一回嗅いでみるわ。結構遠くの方なので、おそらくそんなに。でも大丈夫だね、大丈夫そうです。全然気にならなかった。じゃあこちらで、これ一番毒素を排出するのと、毒素排出シナモンと、はい、排出してもらおうが、お願いします。シュージル今ちょっと髪がボサってる。知ってる。今からね、帽子かぶってたから。はい、コルグンとは。コルグンとはあの韓国 の、 あの、うん、最新の小顔矯正って言われている、あの骨と筋肉が縮小していく小顔矯正になります。流していくようなイメージで、リンパをしっかり流しながらやっていただきます。楽しみ。はい、よろしくお願いします。ここがすごい、ここがめっちゃちっちゃくなりました。なりましたか。うん、ここね、はい、ここもすごい。ここラインがちょっとなんか外出ましたよね。はい。お顔は一切触れずに。そういったようにね。はい。すごい。肩と首がすっごい軽い。頭も軽い。全部軽い。リンパしっかり流させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。いろんなものがある。あ、そうですね。ドリンクマリアージュフレーズ、はい、紅茶がマリアージュフレーズでおなじみで、あとコーヒーメニューは天才焙煎士の黒髪敦樹さんのブレンドで、すべて、はい、お出ししていて、私でも本日のシャンパンかな、やっぱり。あ、はい、かしこまりました。シャンパンでお持ちいたしますね。シルコっていうのはこれ、はい、1月のやつなんですけど、リコちゃん、これはお客さんみんな食べれる。そうです、そうです。これは1月からの、お仕上げからのデザート。カットだけの人とかは食べれない。あ、食べれます。食べれるの？食べれます。メニューのピチュアルなんですけど、カットは
対象で、すごい。クリスマスはこのラスのクリスピーサンドで12月お出ししてて、うんうん、1月からはこのおしるこをお出ししてるんですけど、これおみくじのおしるこでですね、うん、琥珀感が入ってるんですけど、うん、その琥珀感の形によって、うん、梅、松、竹、桜、亀があっておみくじができるんです。楽しい。そうなんです。食べてるんですか？食べてます。すごい。別にあの今の時期だけ、別にあのさせていただいて、ちょっと1月の先行で、1月のも1月からこちら先行でございます。さっきのおみくじの、そうです、そうです、おみくじのおしるこを引いていいですか？ぜひ先生を引いていただいて、いきます。パン、混ぜていただいて探してください。じゃあちょっと失礼いたしますね、ごめんなさいね。なんかいたかな今。なんかいたね。あれ違うね。そうしましょう、そうしましょう。見つけたらご報告します。おみくじ、おみくじ25さんは桜、桜です。桜は恋愛運です。ありがとうございます。桜だったし、嬉しいね。2023は、うん、縁起がいい。縁起がいい。いい恋愛できるかな。幸先いいですよ。本当。できる。見ましたよ。桜咲く。桜咲く。桜咲く。春までにあれば。桜咲くです。探してみてる。はい。シュチル大満足ですか？え、大満足です。本当にもう本当に今年1年の疲れもいろんなものも全てこう落として、なんかそういう効果がある感じです。おみくじもしてさ、ね、悪いものも全部落としてさ、そしてシャッパーも飲んで、シャッパーも飲んで、スッキリして清めないで、清められて、ありがとうございます。いい年が越せそう。あ、よかった、ありがとうございます。これを見てるみんながなんか年末に行けなかったことがかわいそう。新年ですね。新年ですね。でもおみくじできるから、おみくじできます。お待ちしております。お待ちしてます。お待ちしております。はい。しゅうこさん、シャンパン飲みに来たんですか？はい。ここちょっと表参道かなって勘違いしちゃう。そうだよね。すごいガスだもん。シャンパンってめっちゃ合いますよね。めっちゃ美味しいし、めっちゃ合う。シューコさんの組み合わせがもう一番大正解。私もそう思う。これ合う？モテサンド。モテサンド。モテサンドだね。え、てか最高だね。最高ってことだ。すごい良かった。本当。私コルクル初めてだ。めっちゃ良かった。本当。うん、全然違うよ。すごい良かったよ。あと触った感じが分かる。ここがもう超ちっちゃい。あとここがすごいグッと上がった。またやろう。またやる。すっごいスッキリした。首肩が。